2の強肩で堅実な守りが魅力。打撃面での成長次第で正捕手の座は君のもの。石原良幸、現在連続三振を奪っています。最初の球は初球から打って、これはライナー性、これでアウトが1つ。石原セカンドライナーに倒れました。これで打者一巡となります。尾形浩一バッターボックスです。ワンアウトになっています。何を投げてくるか。まず変化球を見せてきました。これは厳しいコース、決まっています。これが2回目の打席。このボールはどうか。わずかに外れてワンイングワン。2つインコースに来ました。バッターは1番尾形浩一。次が3球目、これで落ちました。ちょっと上がった。あっとライトの前に落ちた。さあヒットになる。尾形浩一ライトへヒットを打ちました。尾形浩一最初のヒットが出ました。さあ打順が変わります。今左のバッターボックスです。第1球です。まず低めから入りました。針の穴を通すコントロールです。なおもワンアウトです。2球目はどうでしょうか。インコースはどうか。2ストライク。さあ次のサインは、スイングアウト、三球三振。今度も三振、2打席連続の三振に終わりました。もう一度振り返りましょう。そして次のバッターとなります。ラロッカバッターボックスに入ります。先ほどの1打席もファーストフライに終わっています。最初の1球は何か。最初のボールを決めました。ボールカウント1ストライク。ラロッカ次の第2球、今度も落としてフォークで追い込みました。ツーナスミからの第3球できました。綺麗にセンター前に抜けました。ヒットになる。ファーストランナーは2塁ストップ。ラロッカセンターへの打球はヒットになりました。ラロッカ今日初めてのヒットが出ました。さあ塁上が埋まってきました。シーツバッターボックスです。この回ヒットを2本打たれています。どこから狙うか。ここは見ていきます。ちょっと変化球がね、優しいコースに来ましたよね。今の球なら簡単にスタンドに持っていけそうでしたが、今日2回目のバッターボックス。2球目はどう攻める。打ちいっぱいに決まります。カウント2ストライクノーボールです。さあ決め球を見せるか。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。最後はバットに当てさせませんでした。3回を終了。カープ得点はなりませんでした。さて試合は無得点のまま中盤を迎えていきます。4回の表マリーンズの攻撃。マリーンズのトップバッター堀、右のバッターボックスに入っています。第1球コーナーをいきなり。先ほどの最初の打席見逃しの三振に倒れています。さあ2球目外決まった。2ストライクです。さあ外してくるのか。あっと高めのボール球取りました。これでワンアウト。堀キャッチャーフライに終わりました。そしてクリーンナップへと続きます。クー左のバッターボックスに入ります。すでに今日奪った三振の数は5となっています。まずはストライク。コーナーにね決まってますよ。はい、ワンアウトランナーなし。さあ2球目は左へ行った。一塁に送ります。一塁これは余裕があります。アウトです。クーサードゴロに終わっています。そして次の4番ベニーバッターボックスに入ります。先頭バッターはファウルフライ。その後は内野ゴロに終わらせました。初球ストライク。このコントロールです。試合は4回の表、まだ両チーム得点がありません。
このボールはどうか。ストレートできました。1球2球とインコースへ投げました。追い込んだが、あっと三振、スリーアウト。ケイン、まっすぐで三振を取りました。4回の表が終了。マリーンズ3人で攻撃を終了しています。さあカー、次の攻撃は5番からということになります。4回の裏、カープの攻撃、5番からの打順になります。前田、バッターボックスです。早くも奪った三振の数が6となっています。最初のボールはまず外から入りました。ワンナッシングです。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、サードライナーに終わっています。第2球打っていった。スクラウドバッティングはセンターに逃げます。さあノーアウトから先制のランナーを出していく前田、センターへのヒットを放ちました。前田、これが今日1本目のヒットです。さあ打順が移っていきます。栗原、右のバッターボックスに入りました。カープ、ノーアウトからヒットが出ました。初球は、その初球ボールになりました。ワンボールになりました。早くも打たれたヒットの数は5となっています。このボールは、このストレートは入りません。さあカウントはノーツー。この回ヒットを打たれています。さあ第3球、この球は見ます。ノースリー。先ほどの1打席もライトへのヒットを記録しています。さあ4投目、これは動けません。球がコーナーにね来てますよね。はい、今日は3回までを投げて打たれたヒットが5本、この回は1本ありました。ストライクになります。 2-3 です。ストライクが2つになった。まっすぐ打ちました。右方向、ファウルボール。ボールカウントは変わっていません。あっと見送った。いっぱいに決めてきました。そして次の7番野村、左のバッターボックスに入りました。ワンアウトになりました。まず初球、高めのボール打ちました。右への打球です。2塁はフォースアウト、一塁アウト、ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。今のシーンもう一度見てみましょうか。お知らせいたします。さて0対0のまま5回へと進めてまいります。勝利投手賞が贈られます。5回の表、マリーンズの攻撃。マリーンズの先頭バッター、フランコ、バッターボックスに入っています。最初の1球は何か。まずはまっすぐから入りました。カウントノーワン。さあバッター、フランコ。2投目は、まっすぐを持ってきました。カウントワンエンドワン。今日の4回までのピッチング、許したヒットが1本、失点はありません。さあ3球目、ストライク、カウント2エンド1。さあ次の4球目は、打ちました。さあ頭上を越えるか。取った、ファーストへ、一塁、これは余裕でアウト。フランク、ショートゴロに終わっています。次のバッターが入ります。リッツイヨ、左のバッターボックスに入っています。先ほどの第1打席レフトへのヒットを打っています。さあ最初の1球、最初は高め、ワンストライクノーボール。依然0対0、先制点はどちらのチームなのか、どう攻めるのか。ここは変化球、さあツーナッシングとなりました。キャッチャーのサインは、変化球で続けました。ボールにしてきました。さあ第4球、まっすぐできました。2エンド2になっています。さあ5球目、変化球、これは身動きできません。次のバッターはどうでしょうか。辰司は右のバッターボックスに入っています。ゲームは5回に入りました。両先発の投げ合いです。
初球は低いボールギリギリに来てますよね。はい、この回まず2アウトを取っています。さあ2球目は打った左方向へ取りました。1塁へ送ります。1塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。5回の表が終了。マリーン三者凡退に終わっています。さあカードこの後 DH から始まります。5回の裏カープの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター新井バッターボックスに入りました。初球はどうでしょうか。打ってセカンド後方へヒットになった。先制のランナーがノーアウトで出ます。新井ライトへのヒットになりました。カープここまで放ったヒットの数が6となっています。ここで次のバッターに変わります。石原バッターボックスに入ります。ノーアウトランナー一塁です。どうですか田尾さん。ここは送りバント、取ったセカンドどうか、二塁フォースアウト。石原ピッチャーゴロに終わりました。打順がトップに帰ってきます。尾形光一右のバッターボックスです。ワンアウトランナー一塁。一投目はどうでしょう。初球は変化球から入りました。ワンストライク。この前の第2打席ライトへのヒットを打っています。さあ2球目外外れてボール、このボール球には引っかかりませんでした。この5回途中までを投げ許したヒットが6本、この回そのうちの1本がありました。ここは見送ります。ボールカウント2エンド1。さあ4球目、あっとスイングアウト三振、最後は空振りに仕留めました。そして次のバッターを迎えます。島バッターボックスです。2アウトになりました。さあ初球はどうでしょう。まずは簡単にストライクが来ました。いいところへ決めてきます。これが3回目のバッターボックス。このボールこれは変化球、落ちる球で2ストライク目を取りました。さあバッターはどうする。このまっすぐは外れました。よく見ましたね。はい、さあ4投目、あっと見逃し三振、スリーアウト。フォークで三振に仕留めました。5回を終了しています。カープ2得点で攻撃を終了しました。さて依然0対0のまま6回に入っていきます。広島市民球場は6回の表マリーンズの攻撃、先頭のバッター橋本タスクバッターボックスに入ります。1投目はどうでしょう。まずは初球ストライク、ボールカウント1ストライク、ノーアウトランナーなし。さあ田尾さん、ここはどう見ますか。まあ、この場面ならねランナーに出ることしかないですよね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。はい、内へ、これは決まった。2球ともインコースを攻めています。さあ追い込んだ、決まった、3球三振。最後はバッター手が、そしてラストバッター小坂バッターボックスに入っています。今日は6回途中までを投げて打たれたヒットが1本、失点なしのマウンドです。まずは変化球から入りました。ワンストライクノーボール。先ほどの1打席目セカンドライナーに終わっています。この球はどうでしょう。バーッと高め、しかし見事な制球力。さあここはどうリードするんでしょうか。今度も3球三振、最後見送ったのはチェンジアップでした。そしてバッターは1番井上潤、バッターボックスに入りました。連続三振を奪っています。どこから狙うか、変化球打ちました、これはショートの前、これはセンターに抜けます。ツーアウトからヒットが出ました。井上潤センターへのヒットになりました。井上潤初めてのヒットが出ました。さあまずはランナーが出ました。堀バッターボックスです。さあ最初は変化球空振りです。さあカウントはワンナッシング。
昨年マリーンズの盗塁の数はリーグ最少の68となりました。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後ヒットを打たれました。今度はまっすぐできました。2ストライク、追い込んでいます。3球で決めてくるか。変化球、右への打球、ラインギリギリ、これはファウルボール。さあ第4球、あっとスイングアウト、三振、クリアアウト、チェン、ボール球を振らされてしまいました。さあもう一回今のシーンです。6回の表までゲームは終了しています。マリーンズ0点で攻撃を終了しました。さあさあ次の打順がクリーンナップから始まります。6回の裏カープの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。ラロッカ右のバッターボックスに入っています。最初の第1球、初球から打った、これは低い当たり、ワンバウンドヒット、2打席連続のヒットになった。ランナーが出ます。牛島さん、今打たれた球種は何でしょうか。スライダーですよね。ああそうですか。そして打順が変わります。シーツバッターボックスに入ります。今日の5回までのピッチング、打たれたヒットが7本、失点はありません。最初はインコースから来ました。ボールカウント1ストライク、いきなりランナー1塁としています。次の2球目入りました。2ストライク、ここはどうリードするんでしょうか。ここはまっすぐ、2ストライク1ボール、次の4球目、これは見送りました。2-2、次が5球目、これはストレート、2ストライク3ボール、さあ牽制、頭から滑ってセーフです。さあフルカウントになった。ストレート三振、ボールを捉えられませんでした。さあ打順が移っていきます。前田バッターボックスです。バッターの5番前田、どこに出てくるんでしょうか。インコース打った、セカンドの前、二塁アウト、一塁転送間に合うか、ゲッツー成功、スリーアウト。バッター硬くなったが警察を献上しました。今のシーンもう一度見てみましょうか。ゲームは中盤6回を終了。さあランナーを出しましたが警察に終わっています。さあマリーン、この後クリーンナップの登場です。7回の表マリーンズの攻撃。